Then, hello YouTube. Welcome to Nigiri's Vocal Workshop. Today I'm gonna tell you how to sing like hard rock singer. はい、今日はにぎりの、ボーカル牧場です。はい、ボーカル牧場。どうもこんにちは、にぎりです。はい、今日はね、なんか腰痛で早退したり、なんか家の中で火災報知器が鳴ってたり、めっちゃ薬味で怖いんで、まあ外に出ようということで、まあ渋滞に捕まっちゃったんでね、それでも撮れる動画を撮ろうと思います。今日はね、どうやったらハードロックの人みたいに歌えるのかっていう動画を撮ろうと思います。運転中なんで事故ったらどんまいです。はい、それでね、普通に音楽とかを聴いてて、汚い声と綺麗な声ってあると思うんだけれども、やっぱハードロックの人って汚い声の人が多分多いと思うんだよね。例えばヴァンヘイレンのサミー・ヘイガーとかね、あとはなんだ、リッチー・コッツェンか、ワイナリー・ドッグスとか元ミスター・ビッグの、リッチー・コッツェンとか汚いなんか声をしてると思うんだけど、そういう歌い方っていうのをね、ちょっと独学で学んだんで本当に合ってるかは知らないけど教えようと思います。まず最初にね、ちょっとどんな感じかっていうのをやっていこうと思います。ちょっと曲がねパッと思いつかないんで、スイート・チャイルド・オー・マインでこんな感じだと思います。She got so what it seems to me. Remind me of joyful memory. Well, everything was as fresh as a bright blue sky. はい、こんな感じだと思います。自分で聞いてないんでめっちゃ下手だったらすまんこ。はい、ということでね、どうすればこの声になるか、まあこんな声目指してもしょうもないんだけど、ハードロックとかのねガラガラ声の人たちがどうやってるのかっていうのを自分なりに撮って録音したりして、試してみたんで、それを、情報をお伝えできればと思います。やることはね多分一つだと思うんだけれど、まあ一応できない人向けにもう一個考えてきました。1個目がねオロチマルの声真似だと思います。ハードロックとかの歌い方って、なんか知り合いの喉にすごい詳しい人が言ってたんだけど、仮声帯っていうところで声を歪ましてるんだって。だからその仮声帯をどうやって使うかっていうのでよく言われるのがエッジボイスってやつなんだけれども、ちょっとねそれ一個飛ばしてエッジボイスで喋ってる人の真似をしてみようということでね、まずオロチマルの真似をしてみようと思います。ブンブンハローサスケくん、どうもオロチンユーよ。これで合ってるかわからないわ。私自分のオロチマルの声まで聞いたことないのよね。はい、こんな感じだと思うんですけれど、これでやってるのが仮声帯をガラ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 って鳴らすことでこのくぐもった汚い声を出してるだと思います。本当かは知らん。ということで、まあこれができればいいと思います。みんな一緒にオロチマルで、せーの、ブンブンハローサスケくん、どうもオロチンユーよ。はい、オロチンユーっていうのはね、虫とか食ってるオロチマルの声真似の人で、俺のお気に入りの YouTuber です。はい、でこれができなかった人はね、受音ボイスってよく言われるんだけど、それこそ本当のエッジボイスをやろうと思います。受音のなんかこういうこういう声ね、こういう声を普通の声に混ぜるとオロチマルになる。ハローサスケくん、ハローサスケくん、ブンブン。でこの状態で歌を歌うと汚い声になるから、ハードロックみたいな声になると思います。俺はそう思ってやってる。まあそんな感じでね、ちょっとあれですね、一回一緒に歌ってみましょう。曲はどうしようかな。じゃあデスキリングの有名曲、男性器ペリス。ペリスの星から平和のためにやってきた、悪のバギナを滅ぼすためにやってきた。いや、まあこんな曲歌っても仕方ないんで、ハードロックの曲にしましょう。じゃあ有名な曲、有名か微妙だけど、スキッドローのヨースゴーワイド。あ、ダメだ、俺はこの曲覚えてねえわ。こんな感じだ。 Since I was gone, I was taken from me downI never miss with kids, never girl like girl. なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとかかんとか、スキッロー。Now you can see, なんとか love me. ブーバ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 ー。なんとかはぞ、なんとかかんとか。You are the young, you are the to be! なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとか youth gone wild! なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとかかんとか、we gonna youth gone wild!
って感じでハードロックみたいに歌えるんじゃないでしょうか。だからやることは、まず最初に、何もできない人はエッジボイス、あー、次にオロチマル、あー、ブンブンハローサスケくんで、最後にオロチマルの状態で高い声出したり低い声出したりして歌を歌ってみる。沈むように溶けていくようにって感じでね、やっていただけると、喉ね痛いんだけどね、ちょっとね、あのやっていただけると、あれです、あのハードロックシンガーになれます、俺みたいな最高の。俺はね、あのもうあれだからね、アクセルローズも一目置く存在だと俺の中では思ってるんで、まあこんな感じでやると最高のハードロックシンガーになれると思います。バイ。